これはあれですね、まあよくあれされてるのは水と油っていう題名でやられてましてですね、はい、でこれ、黒4枚と赤4枚を使ってやるマジックなんですけど、はい、一応これ、まず揃えてやって、下が赤、上が黒でやるマジックですね、はい、でこれを、やるとこうやって、4枚4枚の、はい、カードなんですけど、これを黒と赤の順番に交互に置いていくんです黒と赤の順番に置いていって揃えてやって、うん、ちょっとこう軽く振ってあげるとこれが全部上が黒、そうですね、でこっちの下が赤に変換しますよと変わっていきます。でこれ4枚4枚だとちょっと分かりづらいので、うん、今度は、1枚ずつ減らしてやってみたいと思います、はいはい、よいしょ、下が赤、はいはい、上が黒ですね、でこの状態で上が黒、赤と黒1枚ずつ、ああなるほど、で、3枚3枚、うん、でこの状態で下が赤、いや3枚3枚、うん、この状態で黒と、うん、赤を交互に置きます、はいはい、黒と赤、はいはい、黒と赤を交互、はい、交互でこの状態で揃えてやって、振ってあげるとまたこれが黒黒、うん、でこれがもちろん赤、赤、赤、うん、最後もう1枚ずつ減らしてやっていきたいんですけど、はいはい、もう1枚赤と黒ですね、もう1枚ずつ減らして赤と黒を1枚ずつ減らして2枚2枚、この状態で、うん、黒と赤を交互に置いていきます、うん、でこれで交互になるはずだよね、揃えてやって、そうですね、交互になってるはずなんですけど、揃えてやって振ってあげるとこれが全部黒で、この状態だと止まらないのでこっちにある4枚に越してあげます、はあ、そうするとこっちが全部黒、こっちが全部赤になる信じられないやっぱり、こういうマジックですね、いやはい、いやすごいですね、はい、ありがとうございます、信じられないですねぜひ生で見に来てください、はい、宣伝をお願いします、はい、いつも大体、9時ぐらいから、ここのサンロード、サンロードの、トラヤの前で、トラヤの前、トラヤの前ね、トラヤの前でやってます、はい、なんでもしお時間と暇があれば、はい、来ていただければ生でご覧にいただけるので、はい、来てください、はい、ぜひ皆さんもお待ちしてますね、はい、お待ちしてます、はい、バイバイ。